今日はですね、新しく出ましたパラレルなんとかというソフトウェア、これはあの M1 Mac にですね、Windows 10をインストールできるソフトウェアということで早速入れてみました。で、私がやりたかったのは Windows 用のゲーム、それからアプリ、まあ Office も含めたアプリ、それからファイル共有ですね。ファイル共有、例えばですね、iPhone で撮った写真とか動画の元映像を自分に送ると。Apple 同士なんで、MacBook Air までは、AirDrop とかで共有が楽なんですが、そこから先 Windows 系に持っていく、まあ、ファイルを保存したりするとき、私はまあ、Google Drive、Drive File Stream という、まあ、容量のすごく大きなネットワークストレージ使ってるんですが、そこに持っていくためには、物理的ななんか外部ドライブに一回落として、それを Windows で読み込むようなことをやらなきゃいけない。そのためには、ファイルシステムをEXFAT32 で統一しなきゃいけないとか、まあいろいろ面倒がありまして、その辺をやってみたいなということ。それから実際に動いてる感じが、スクリーンショットだとどうしてもスクリーンショットを録画する時点でカクカクしちゃったりするので、実際にこういう外部カメラでどんな感じで見えるのか撮ってみようかなと思いました。はい、じゃあ起動してみます。ちょっと宣伝が出ます。 Windows を起動しているところですね。で、本来ですね、レジュームされるのでこんな起動画面も見ることないと思います。はい、こんな感じで今起動してきました。割と早いですよね。よいしょ。はい、起動しました。で、これはですね、あれ、逆か、こうか、こう Mac のデスクトップと Windows のデスクトップを行ったり来たりできます。上にカーソルを持っていくと、こうか、3本指やんなきゃダメか、ここで切り替えることもできます。あれ、ここで切り替えることもできます。で、実際にこの2つの OS が上がってる状態で、ちょっとブラウザ開いてみましょうか。で、私の YouTube、宣伝にも何にもならないですが、はい、YouTube を開いてみます。で、これを、ちょっとやっぱ、これは一応今 4K で再生しようとしてますが、画質良くないですね。うん、やっぱ落ちてますかね。はい。じゃあ、Windows の方で同じようにブラウザを開いて、で、YouTube と、はい、まあ同じような感じですね。ちょっとやっぱちょっと重そうですけど、まあちゃんと見れてるっちゃ見れてます。動いてます。で、この状態でですね、私の愛するゲームを起動してみると、まあゲームの場合はやっぱマウスパッドではなくてこのマウスを使うことになります。まあ大体ですね、遅く感じますけど、デスクトップマシンでもこれぐらいかかりますんで、この時点でそんなにフラストレーションないですね。はい、の上がってきましたね。はい、これで、はい、ああ、ちゃんとヤマトもいますね。はい、こんな感じでゲームも動きます。で、実際にプレイしてみたんですけど、やっぱちょっとぬるぬる感がないという、そんな感じです。まあこんな感じでですね、これもさっきの、こっちは Windows 画面かな？あ、こっちは、Apple の MacOS の画面ですね。でも裏側では Windows 動いてるんですよ。音聞こえてますからね。はい。じゃあ、こんな感じで、ダヴィンチリゾルブを動かすとどうなるのか。さすがに重いでしょうね。きっとね。で、
後でこれはスクリーンショットで説明しようと思ってるんですけど、 CPU の割り当てとかメモリの割り当てとか、Windows に何個持っていくかとか、そういう細かい設定ができます。でファイル共有もできるかできないかみたいなことも設定できます。まあこれは今ファイルが、あでも案外サクサク動いたな今。はい、メディアが全然ないんでダメですけど、はい、こんな感じで、動いてますと。はい、それではさっきと同じですが、スクリーンレコードで撮っていこうかなと思います。まず Windows 10を起動します。一瞬 BIOS 画面が出たの分かりますかね。あそこでエスケープを押すと BIOS 設定できるんですけど、ちょっと何をやるのかよく分かりません。はい、Windows が起動しました。なんだろう、マウスパッドを指3本で動かしてますけど、こんな感じでぬるぬる動きます。ブラウザを、こっち戻っちゃった。よいしょ。解像度が合ってないのかな。まあ普通にこれで YouTube ドン。まあこんな感じで、ちょっとなるべく画質がいいやつじゃないといかに悪いかがわかんないから、この間のこれにしてみようか。ちょっとやっぱ重いなぁ。ちょっと一応昨日ですね、一通り聞かねえなぁ。これあると思ってきた。これちなみに OK に上げるとどうなるんだろう。待機ついてくんのかなぁ。あ相当、あでもこれカクカクすんだよな。この辺だとどうかな。やっぱちょっと重いですね。あでもまあまあかな。まあ別に YouTube MacOS から見りゃいいじゃんって話なんですけどね。はい、こんな感じですね。で肝心の僕のやりたいゲームはどうかっていうと、ボン。まあさっきも言いましたけど、だいたい起動する時間、かかる時間、同じですわ。プレイ。ちなみに裏側でちゃんと椅子も動いてるんで、来ました、動き出しました。でこれはもちろんいろんな設定があってですね、この解像度今は1680の1050、まああとはもうグラフィック品質最低とか、まあそんな感じですね。まあこれはいいです。でやりたかったのはこんなことじゃなくて、さっき撮った iPhone で撮ったんですけど、 AirDrop で送ってですね、 AirDrop M1 Mac 今送ってます。待機中、ピピピピッと言いましたね今ね。どこに来るんでしたっけこれ。あ、来てる来てる。ビデオ受信中です。
ちょっとまだ細かな設定が終わってなくてですね、Windows ネットワークの構築が終えてないんですが、まあ、ここでちゃんと読み込んで、今、ビデオ受信しましたね。この Mac のダウンロードの方に入りましたね、これがね。で、これが Windows 側で見えるのかっつうことですね。Windows 側で。よいしょ。さあ、どこにいるんでしょう。Mac のホーム、Mac Files っていうのがあるんですが、これの、どこに行ったんだっけ？ダウンロードに入った。ああ、入った！これが、再生できるか。あ、そもそもビューワーがありませんでした。はい、これで、まだ紐付けられてないのかな、これを。こんにちは、向田です。はい、ちゃん今と日はですね、見れてます新しね。く出ましたパはい、ラこレれがルやりたかっなんたとかと。とで、いこうこから読ソめフトてれや、ば、これは M1Mac。ここで読めてれば、ちょっとまだ設定してないんですけど、Google ドライブファイルストリームっていうのは、この、なんだろう。この、PC、ここの、ネットワークドライブに割り当てられることができるんですね。つまり、Google ドライブって割と皆さんブラウザベースで使うと思うんですが、あたかも、ローカルのドライブのように見える Google ドライブが昔はコンシューマー向けもあったんですが、今は確かビジネスとかワークスペース使わないとダメだと思うんですけど、あれで使えますということで、まあこれで自由にファイルの出し入れ随分楽になってゲームもできるかなという感じです。じゃあ今度はですね、外部デバイスをつないでみようかなと。サムソンの T5 をつないでみます。ギョン。はい。そうすると、今なんか出ましたね。はい。ポータブル SSD T5。まあ、Windows 側で使うか、Mac 側で使うかと。で、まあ、今はファイルをトランスファーするんでどっちでもいいんですけど、試しに Windows で許可。こうすると、A001 ちゃんと見えましたね。で、このフォルダの中にこれらの録画ファイルを突っ込んで Windows に移植します。本当はネットワーク越しにボーンとデスクトップ PC に送れればいいんですけど、今まだちょっとネットワーク設定終わってないので、そんな感じでやります。細かな設定は、どっからやるんだっけな。ここかな。表示。まあいろんな設定が一発でいけるのと、あと、このコントロールセンター開いて設定を開くと、まあ CPU メモリー。これはなんか僕のは設定をいじれないようにダークアウトされてるんですけど、まあこんなような、まあ、ゲームに最適化するようになってますね。ネットワーク推奨詳細設定。ああ、なるほどね。サウンドとカメラ、デフォルト。まあ、こんなようなことが設定できます。オプション。ここはですね、まあ、自動的にスタートは使用しないとか、まあ、この辺はちょっと変えてあります。はい。こんなようなことができます。共有、ここですね。これを、共有をオンにしといた方が、まあ、Windows とのファイルのやり取りが楽な感じですね。はい。で、さっきの画面、これハードウェアですね。あと、セキュリティ。あと、バックアップ等々があるようです。